相模原市の魅力を紹介。今回は皆さんの暮らしに役立つアプリやサイトにクローズアップ。これを見たらあなたも相模原にぞっこん。始まるよ、ぞっこん相模原。相模原市には便利で役に立つスマホアプリや地元の魅力を発信するサイトがたくさんあります。まずご紹介するのは相模原市の LINE 公式アカウント。生活する上で欠かせない防災・防犯についてのお知らせやイベント情報など、受け取りたい情報を選んで生活に役立てることができます。さらに AI スタッフによる総合案内サービスやスポーツ施設など公共施設の予約、そしてゴミの分別情報やその時期にあった最新情報も確認することができます。情報は随時更新していきます。ぜひ相模原市の LINE 公式アカウントをお友達登録してください。その他にもゴミ分別アプリやよくある質問解決アプリ、電子母子健康手帳アプリなど暮らしに役立つアプリがたくさん。相模原市の LINE 公式アカウントのトップページにバナーがありますので、アクセスしてみてください。この中に皆さんの生活を後押ししてくれるアプリが必ずあるはず。家族や友達にも教えてあげよう。続いては相模原ファンサイト、相模原ファンファンファン。相模原市の魅力を市内外に発信し、相模原ファンを増やすとともに地域に誇りや愛着を持ってもらいたいと開設したインターネット上のファンサイト。パソコンやスマートフォンから誰でも簡単に登録でき、相模原市の話題や難問に挑戦できる相模原検定や、魅力を伝える画像を投稿できるコンテンツのほか、イベント情報やニュースの配信など楽しみがいっぱい。サイトに登録すると市内の商店街などで使えるクーポンがゲットできたり、検定や投稿などでポイントを貯めると市の特産品などが当たるキャンペーンに応募できます。あなたも相模原ファンになりませんか？続いては SDGs の普及啓発を目的に開設した特設サイト、 SDGs 1x1。 地球温暖化や資源の枯渇など、私たちの世界は今様々な危機に直面しています。 SDGs とはこれらの危機を乗り越え、将来にわたって持続可能な世界を作るために、2015年の国連サミットで合意された2030年までに達成すべき国際目標です。この目標には17のとても分かりやすいゴールが示されていて、達成に向けては私たち一人一人が行動することがとても重要です。サイトではオリジナルキャラクターの SD チーズくんとサラリーディーズくんの掛け合いなどで SDGs を分かりやすく学ぶことができ、SDGs に取り組む人にスポットを当て、インタビュー形式で紹介するなど、とても親しみやすいサイトになっています。もちろん、相模原市の取り組みも紹介しています。SDGs くんの Twitter、Instagram、Facebook もぜひチェックしてみてください。相模原市では暮らしに役立つさまざまな情報を随時更新し発信していきます。市のホームページはもちろん、アプリやサイトをぜひご活用ください。次回も相模原にぞっこん。